始まりました夢物語。夢物語。物語今週のお相手は佐藤翔平と。菅慶子でお送りします。はい。二十二時までの三十分間、どうぞお付き合いください。よろ,いよろしくお願いします。で今回夢物語、三回目となりますが。はい。初めて聞いてくださる方もいらっしゃると思うんで。はい。菅さん。 ご説明の方お願いします。はい、かしこまりました。えっと、この番組はですね、パーソナリティの私たちを含め。はい、毎週お呼びするゲストさんと、うん、自身の夢について、熱く語っていく内容となっております。うん、熱く語っていく。はい、熱いです。<laughs> そんな感じだったんですね。<laughs> <laughs> そうなんですよ。はい。で、毎週パーソナリティが変わったり、うんうん、とゲストさんもさまざまな分野で。夢を追い続けている方々が来てくださる予定なので、はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。 さて、私たちも今回が初登場となりますので自己紹介していきたいと思います、はい、ではまずさんからお願いします、はい、私、走れる秋場家こと、佐藤翔平32歳ですいろいろツッコミどころあるんですけれども、まず走れる秋葉家って何でしょうか <laughs>、はあ、僕、小さい時から、はい、あのサッカーとかバスケとか、はい、水泳とか空手とか、ちょっといろいろやってきて。おお スポーツマンですねあありがとうございます、はい、でもちょっとあのすかアニメとかゲームとかすごい大好きであ、そうなんですね、はい、そう陸上部バリーに早かったのに、はい、その秋葉系のこのアニメとかゲームが好きだったんで、うん、なるほどはい、走れる秋葉系と呼ばれてます <laughs> ミックスされた感じですかミックスされてる感じですね <laughs> 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 なるほどねはい。では菅さん自己紹介お願いしますはい、えっと皆さん初めまして 昭和の香りを醸し出す二十三歳菅慶子です。昭和の匂いがする？ちょっと待ってあの匂いじゃなくて香りです。あ香りか <laughs>。<laughs> ちょっとだいぶ違うのでね, <laughs> ね。もうちょっと気をつけて。<laughs> ね、自分自分でもなぜ昭和と言われてるのかちょっとわからないんですけどもね,ね<え>。はい。僕から見てもそんなに昭和って感じはしないんですが。そうですよね。私だって平成生まれですもん。うん、平成生まれ。はい。何年？四年です。じゃあ全然平成だね。そうなんですよ。<laughs> <laughs> あと、ちなみにこの番組は、うん、Ustream という動画サイトにリアルタイムで配信されていますので、あそうどっかから撮られている、いろ、うん、んなとろから撮ら, <laughs> 撮られてるみたいなので、ぜひ <laughs>、はい、どのあたりが昭和なのか、チェックしていただければと思います。はいいはい、通勤片道2時間かけて、んん肩こりと戦いながらデスクワーク系の仕事をしています。 時間つうと、映画1本、片道で見れちゃいますね。そうですね。なので、1日2本見られることになりますね。あのそれですごい肩こりになってて、<laughs> はい、その肩こりを治すのが、菅さんの夢ってことで合ってますか。<laughs> あの、肩こり治すのも夢なんですけれども<ー>。<laughs> <laughs> えっと、私の,そのもうちょっと大きな夢については、具体的にまだこれだというものが決まっていなくてですね、まだ決まってないとすね、はい。なので、この番組で出会う方のお話や、うん、あとはさまざまな情報に触れて、うん、今後どうしていきたいか考えていこうと思っています、うん、なるほど、はい、まあ毎回、毎回ちょっとですね、菅さんの夢が見つかっていけばって感じでですすかねねそうですねなので、私にとっては、この番組は夢を発掘する。<ー>はい 目なるほど、はい、まあこの聞いてくれてるリスナーの方もまだ夢見つかってないって方もいると思うんで、はい、あとは菅さんと一緒に何かこうこんな夢叶えたいじゃないけど実現したいとかいろいろってくれればそうですねもしね一緒に探す機会がありましたらお願いします <laughs> そうですね、はい、毎回毎回こうゲストとかこパーソナリティも変わるんでいろんな話聞けると思うんでぜひ、はい、一緒に探していってくれればと思いますはい、はい、お願いしますちなみに翔さんの夢はい どうなってるんですか?。僕の夢ですか?はい。僕の夢ですね。えっ、ー、と、あの僕、えっ、ー、と。秋葉系と、運動系の気持ちがわかるんで、二、はい、つの架け橋になるのが僕の夢です。おう。なるほど。両方のね。架け橋になること。ですね架け橋になること。はい,いや。頑張ってください。はい。はい。 今週ももうゲストさんがいらっしゃってる。そうですね。はい、あのゲストさん来ていただいてます。はい、えっと今回の方は。商品やサービスの売れる仕組み作りを作り出すお仕事されている社長さんです。はい。はい。じゃ、はい、お呼びしたいと思います。はい、セールスクリエイティブ代表取締役の星直幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、えっと星さん。自己紹介をお願いします。はい。ご紹介ありがとうございます。 セールスクリエイティブ代表取締役の星直行と申します、はい、現在は株式会社、イザーアソシエイツにて、売上につながるには何をすべきかという視点で課題発見と解決を図るために、マーケティングとセールスのコンサルダントをしておりマーケティングとセールス、うん、どういう意味なんでしょうか。うん、わかりますね マーケティングっていうのはですね、はい、簡単に言うと、まあ、集客をすることを指しまして、はいはい、セールスとは売ることつまり売り上げを上げることを指します、うん、なるほど、えっと、その2つって具体的にどのようなことをされるんでしょうかね、うんはい、マーケティングのお手伝いっていうのはですね、はいまあ、集客つまり見込み客の開拓ですねいきなり商品やサービスを契約していることはありませんよねねそそうです、ね、そうでですすよね。 まずは興味を持ってくれる見込み客を獲得して、それをまあどうやって発掘していくかということをご支援させていただいております。はい、はい。また営業面では単なる物売りではなくて、こと、はい、売りができるようにご支援をさせていただいております、うん。うん。その物売りとこと売りというのはどういうことなんでしょうか。はい。あの物売りというのはですね、決まったものを決まったところに売る方、うんうん、これをまあ物売りという言い方をしているんですけども。はい。 こと売りっていうのはですね、そのお客様の課題を見つけたりですとか、はい、どうやったらもうちょっとこうまあお客様にメリットを与えられるかとか、そういう視点で物を売っていく方のことをこと売りと呼んでおります。なるほど,るほど、はい。ありがとうございます。難しいですか <laughs> そうですね。ちょっとなんかね勉強になりますね。<laughs> はい、ととそのマーケティングとセールスって分野が違うように思えるんですけれども、確かに。 それが両方できるってすごいなと私は思いましてどうなんでしょうかいやーそうですねまあマーケティングとセールスのコンサル両方できるってことはですね実はそんなに大したことがなくてですね、はい、え実は私はですねこう見えても今年50歳なんです若い若いですか、うん、若いです,若いです見えないです若作りしてるだけなんだけどねいやいやいやそうなんですけども、えー、実はですね僕あの IT 企業に 約20年間<う>、えー、属してまして、IT 企業のベンチャー企業ですね、でマーケティングと、えー、営業業務、両方してきたんですね、はい、で時は、ですねもう今から20年前、20年 IT バブルと言われてた時代で、はいえー、みんな、どこの企業も上場を目指していまして、うん、また当然、私のいた企業も上場を目指していて、まあ、それはですね僕はもう何が何でも売り上げ上げなきゃいけないと。 はいはいもうどんなことしてでも上場するために売り上げを上げなきゃいけないという中で、うん、まあマーケティングとセールスの担当してたわけですけどもはいその時にですねまあいろいろとこうどうやったら集客できるか何が最善かっていうことを実践してきたんですね、うん、なるほどああなるほどはいで当然見込み客ができた後にどうやって売り上げにつなげていくかということもさまざまな手法を実践してきたんですねはいその経験があるからまあ今ですねそのマーケティングと えー、セールスのコンサルをさせていただいているとそうなんですね、はいろいろとご自身で、えっと、実践していき、知識を身につけていったコンサルティングをしていく上で具体的にどのようなことが大事になってくるんでしょうかそうかそですね簡単に申し上げますと、えー、買い手側の購買心理。うん、はい つまりお客様の購買心理を把握してその段階に合わせて手を打つということが大切ななんです、うん、なるほど売り手側の心理と買い手の心理ですかそうですねで、まあ、売り手側の心理というよりは、まあ、買い手側、うんまあ、買ってくださるお客様の購買心理ということが非常に重要になってくるんですね、うん、そちらの方が重要なんですね、はい、そうなんですね。えー ありがとうございます。えっと、そんな星さんは具体的にどういった方をお客様としているんでしょうか。そうですね。基本的にあの B. to B. のお客様が多くてですね。はい。ええー、私の得意分野は B. to B. なんで、そうなんですけども。はい、最近、あの B. to B. よりも B. to C. のお客様の方がちょっと割合的には増えてきたって感じですかね。あ、そうなんですね。えっと、ちなみに B. to B. B. to C. ってご説明していただけますか。 ちょっとわかりづらかったですねすみませんいやいやいや B2B というのはですねビジネストゥビジネスを指しまして企業間取引のことを言います企業間取引ですねつまりお客様が企業ということですねで B2C はビジネストゥカスタマーを指しましてお客様が個人ということです個人はい。例えばですね携帯電話皆さん今持ちですよねはい持ってますはい ソフトバンクさんや au さん、ドコモさんなんかは、お客様が個人ですから、私たちのような、そうですね、一般個人の方ですから、そこは B2C になるわけです。ところが、その携帯端末を製造しているメーカー、アップルですとか NEC さん、富士通さんなんかは、その通信キャリアに携帯端末を売るわけですから、そうすると、企業から企業ということで、B2B になると。 なるほど、製造メーカーさん、はい、などは B to B になるということですね。そういうことです。1> 今一つ学べちゃいました <laughs>、うん。<laughs> はい。えっ、ー、と何かねリスナーさんにとってあの今までの事例とかでもしお話できることがあればお聞きしたいんですけれども。うん、そうですね。特にあの今日は用意してこなかったんですけども。はい。 まあせっかくなので、まあ皆さんにね、あの一、ー、つだけちょっとお、はい、教えすることができるかなっていうのが一個あるんですけども、お,お願いします。はい。先ほどですね、あのー、売り手側と買い手側の話をちょっとしたと思うんですけども、はい。えうちの会社の名前なんでしたっけ？えっとどちらに,ちらにセールスクリエイティブですよね。そちらの方で、はい、はい。つまりセールスのためにはクリエイティブが重要だと。 いいうことを僕たちはっててクリエイティブはいうのはですね例えばキャッチであったりデザインであったりどうやって相手に訴求していくかということを指すんですけどもこのクリエイティブの見直しをね皆さんにちょっと今日は参考にお話ししたいと思うんですがよく相談が来るのがですねこのチラシ全然反応が取れないんだけどとかですね全然その来客が来ないんだけどっていう相談が来るんですね。はい で圧倒的に多いのが、売り手側のコメントが多い、<ー>自分の気持ちみたいなそそうですそうですそうですす、はい、ところが、ですね、はい、そのクリエイティブを見てみると、うん、やっぱり大切なのは、買い手側の購買心理になりますから、うん、お客さんにとってどういうようなメリットがあるかっていうクリエイティブにしなきゃいけない。お客さん目線ででで見てていいかなととってこすすねその通りですその キャッチですとかそこを変えただけで、うん、全然反応率が変わったりするんですねなので一度ですね反応が取れないっていうふうにお悩みを持ってる方がいらっしゃればぜひ、うんはい、クリエイティブの見直しをしてみてください、はい、なるほど、はい、すごいいいアドバイスいただけちゃいましたねはい、はい、えっとその課題を見つけるときに何か重要な何ですかね使われてる法則とかってあるんでしょうかあそうですね これはですね、購買行動の段階っていうのがありまして、ちょっと難しいんですけども、アイドマの法則っていうのがあるんです。アイドマですか。はい。わかります？いやちょっとわかんないぜひご説明お願いしますし、ね。なんか今日難しいことばっかり言ってるようで大丈夫ですかね。もうすごい勉強することばか,かりですね。すか大丈夫ですか。すかはい。はい、アイドマの法則っていうのはまあマーケティング業界ではよく使われる言葉なんですけども、うんはい、まあそれぞれのですね、購買心理の行動の頭文字を取ったものをアイドマ。 っってて言るんですね例えば A ですとアテンション注意認知とも言うんですけども I はインタレスト興味ですね D はデザイアデザイアって中森明菜ちょっと古いですか分かります世代なんでデザイアは欲求ですね M はメモリーメモリー愛のメモリー イルメモリー松崎,生松崎生はこれ古いですねわますあ、ちょっとすいません、全然時代になって、<laughs> まあ、記憶ですね、例、うん、はアクション、購買ということで、この頭文字を取って、アイドまと呼んでいます、はい、で重要なのは、お客様がどの段階にいるのかということを見た上で、手を打つと、うん、これを間違えてしまいますと、全然反応が取れない、その辺をまをコンサルティングでご指導させていただいているという感じですかね。うん そうなんですね。はい、なんかすごい奥が深そうですね。すねいや、顧客の心理を読んで、その段階を。知った上で、どんどん進めていくってことなんですね。そうですね。はい、アプローチの仕方も重要になってくるんですね。はい、えっと、そんな星さんが、今のお仕事をしている。なんか目的とか、理由ってあるんでしょうか。そうですね。やっぱり、それはですね。最終的に、僕の夢を実現したいから。夢ですかね夢。はい。 皆さんサンダーバードってご存知ですか。名前は聞いたことあります、うん。緑の飛行機が飛んでるやつですね。はい。実はですねサンダーバードっていう物語はボランティアで地球防衛をしてる物語なんですね。<ー>ボランティアですか。はいで。私はですねマーケティング業界のサンダーバードになりたいと思ってます。うんマーケティング界のサンダーバード。はい。まあ世のため人のためっていうのはちょっと格好つけくさいんですけども。うん 今の自分があるのもですね、まあいろんな人に支えてきていただいたからなんですね。はい。それをまあ今度は自分がですね、えー、人から感謝されるように今まで学んできて助けてもらったことを助けていきたいなと、いうふうに思っております。懐かし自分の番だみたいな。<返> <laughs> そうですね。で実際僕の名刺にはですね、はい。ありがとうって言われたいって書いてあるんです。そうなんですか。はい。いやぜひ名刺見せていただきたいです。ね、見たいですね。<laughs> OK、ですよ。 へえ、そうなんですね。えー、山は。はい、うん。今はですね、その夢を追いかける、まあ追いかけてる最中なんですけども、うんはい、いずれこの夢をですね、はは必ず実現させたいと思ってこの仕事を始めました。いや、素晴らしい。かっこいいですね。なんかもう私星さんに惚れちゃいそうです。お、うん、オッケー。 いたでも、奥さん、結婚されてるんですそうでした、あれ、嫁聞いてないよね、大丈夫ですよどうですか、奥さん、聞いてらっしゃいますか、聞いてるんじゃないでしょうかね、まあそういう意味では、です今まで嫁に、もういろいろと苦労をかけてきたんで、まあ最終的にはその嫁にも、ですねありがとう、よく頑張ったねって言われたいですね。いやー、なんかいいお話ですね。 そういえば、あの星さんにあのもしお仕事をご依頼したいという場合はどうすればいいんでしょうかあ気になりますすねね、そうでフェイスブックが一番いいと思うんですけどもノ、はい、ーマ字で「なおゆき星」と検索していただくと、はい、多分、僕が出てきます、はい、ただフェイスブックはそんなに仕事のことをですね、書いてないので、うん、ちょっとあれと思っちゃうかもしれませんけどもメッセージ入れていただければメッセージはいまあ。はいはい レインンボータウ聞いたよとかそういうふうに入れていただければそこからちょっとお話しさせていただこうかなと思ってますおおんかすごいコンタクト取りやすいですねフェイスブックですとはいでは気軽にじゃあフェイスブックでメッセージを送っていメッセージをはいていただきよ。いではこれもちょっと送らせていただきますんでっちゃうかなあれあれどうぞではえっと夢を追う若者に一言アドバイスいただけますか はいそうですね僕がどん底を味わったときに出会った言葉をお伝えしたいと思うんですけども、打つ手は無限、無限ですかという言葉がすごく好きで、例えばですね皆さん、これから夢を追いかける若者のたちは、ですね必ず壁にぶち当たることがあると思うんですよね、さまざまな面で、その時に決して諦めないで、その目標に行くためには、行く道はもう無限にあるということをお伝えしたいと思います。 例えば富士山の頂上が夢だとしたらですねはい。富士山に行く頂上に行くためには何百通りもの道がありますよねはい。そうですねえ、一つの道を行くときにつまずいてしまったら一旦戻ってでもまた別の道を探して富士山に行けばいいわけです、うんうん、戻っていいんですか戻っていいんです失敗しても諦めないで別の道を探して富士山に行けばいいわけですなるほど,るほど失敗することも大切なんですねそうですね失敗してもいろんな道があるので諦めないで頑張っていただきたいなとなるほど いやー素晴らしいアドバイスをいただけました、はいえっと、まだまだお話聞きたいところなんですけれども実は前回、前々回でも好評だった占い師さんにまた来ていただいてるんですよなので星さんせっかくなので占っていただきましょうははい、はいいお願いします、はい、では占い師さんお呼びしたいと思います。 越後屋つむぎさんです。よろしくお願いします。ますこんばんは。越後屋つむぎです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますえー、今回星さんどのようなことを占いすればよろしいでしょうか。そうですね。やっぱり仕事運ですかね。仕事ですね。はい、はい。えっ、ー、と先ほどお話聞いていましたら、あの20年間 IT 企業にお勤めになっていらっしゃったとお話しされてましたが、はい、あのサラリーマンは会っておりません。 経営者としての質を持っていらっしゃるのと,あとあの枠にはまるのがとっても嫌いな方なのでご自分で会社を経営されるのがすごく合っていらっしゃいますよねで、お仕事の内容なんですけれども、あの人を育てる仕事ですねで、今までご自分が学んできたこと、え知識をです、ね、若い方たちに伝えるお仕事がすごくいいと思います。 あ,あ、そうですか。え、今やってらっしゃるお仕事も結局こう人に物を伝えるお仕事ですよね。はい、ですごくそれはあの星さんの生まれながら持っているまあ、宿命って言い方をしていいんでしょうかね。それにあの合ってますので、これからも続けていってもらいたいと思っております。はい、ありがとうございます。あのラッキーカラーとかはご存知ですか？いや特に意識してないですけど、あはい、あのですね。えっ、ー、と。 経営者としてこうお仕事をされるときは赤、でもしあの企業の一員としてこうお仕事をされるときがあったらその時はあは白を選んでいただきたいんですね、<お>でよくあのプレゼン何かでこう自分をこうやる気を見せたりとかするときによく赤いネクタイがいいとかあのクレームの処理をするときにはこうグレーの落ち着いた感じの色のネクタイがいいとかってよく言われますよね。はい えー、そのようにですね、あのー、色を使い分けていただければいいと思います。うん、わかりました。え、じゃあプレゼンする時とかは赤のネクタイとかを赤を身につければいいってことですよね。そうですそうです。うん、じゃあかみさんにちょっと赤のネクタイ買ってもらわないとダメですね。そうですね。あの官、ー、吏と間違われないようにしていただければ <laughs>、ね、いいと思います。はいわかりました。<laughs> はい。 それとです、ね、あと、まあ、将来なんですけどもちょっと夢のあるお仕事をされてもいいかなとこう物を伝える仕事というのはもう基本に置いていただいて、はい、あのマーケティングだとかそのほかにもこう若い方たちに夢をこう与えるようなお仕事を何か見つけられてされるとといいちょっとイメージが湧かないですけどどんな。 そうですね、まあ、あの将来をやっぱりこう大きく羽ばたけるように、はいまあ、社長さんになりたいという方もいらっしゃいますでしょうしやっぱり企業のこうトップに立ちたいという方もいらっしゃるでしょうからうん、うん、その夢をやっぱり叶えられるような,なそういうお仕事でいいと思うんですけどもなるほどねそうすると今の延長みたいなものですか,かりましたそれをこう飛躍させていただければ。 であの一つのところにとどまってお仕事をされるよりか、いろいろなところにこうご自分の方から行って、そうですね、あの公演ですとか、あのされて、いろいろなところにいろんな企業さんを回るとかあの、来ていただくというよりか、ご自分からそちらに出向いてっていう形、あなるほどそのような形態を取ればいいと思いますそうですね、基本、机に座ってるのは大っ嫌いなので。あでしょうね。 でしょうね、はい、はい、そっちの方が合ってる合ってます、うん、なるほど、はい、すごくあの決断力ですとかあとこう行動力がすっごくあるんですよねうーんそれは嫁にも言われますねあそうなんですか家にいないとあそういう意味でですね <laughs> あそれはあのお仕事でそれを生かしていただくとすごく<あ>いいと思いますわかりました、はいはい はい、まだまだ期待お話になるんですがはい。ね、はい、そろそろお時間になってしまったので、うん、ま詳しいお話はね、番組が終わってから、また、ね。はい。ね、できればと思いますので。はい。ではいじゃあ。ここのあたりで。はい。ではい、本日のゲストはセールスクリエイティブ代表取締役星直幸さんと。占い師の越後屋紬さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。えっと。 星さん、知識が豊富なのはもちろんなんですけど、うんうん、なんか人柄が次々に仕事や人脈を作り出してるのかなって感じましたね,ね。はい、知識もあるんですけど、やっぱり人柄ってすごい重要なんだなってはい、つくづく感じらせましたね。<laughs> はい。ね、えっ、ー、と、さてさて、はい、もう四月も基準になるわけですが、はい、そろそろあれがやってきますよ。うん、あれですか。あれです、あれ。 あゴールデンウィークですね、そうなんですよ、ゴールデンウィーク、はい、なんか今年はね、最大12連休になる人もいるとかで、うん、本当ですか、はいそうなんですよ、12連休、取れるらしいです、まあ、人によってはあ。上司と相談してって感じですね、そうですね、<laughs> ね、羨ましい限りですよね、なんかちょっと、世界旅行できちゃうんじゃないかって、ね、12日間で世界一周みたいな、<laughs> 世界一周できたらいいですね。<laughs> <laughs> はいということで、はい、来週の夢物語は,はい、はい、ゴールデンウィーク直前スペシャルやりますスペシャルスペシャルですなんか豪華な感じしますね豪華ですよきっと<お>はい MC メンバーがですね、はい、おのおののお出かけおすすめスポットを大紹介しちゃいます、うん、MC メンバーっていうとはいもちろん入ってますよ 私たちも来週登場しちゃいますから。来週までに。はい、来週までにおすすめをぜひ探してきてください。はい。え、須和さんも探してくるんですよ。私も探せますよ。ね、みんなどんなところを紹介するのか、ワクワクですね。ワクワクですか。ワクワクです。なんかその今ちょっと昭和っぽいですね。あ、今昭和っぽい。はい。そっか、このキーワードが昭和っぽいね。ちょ昭和っぽいと感じますね。はい。えっと、来週のそのパーソナリティなんですけれども。 なんと我らがラジオプロデューサー、はい、伊藤翼さんと、前回登場したカメレオン女優、玉川ありささんでお送りすする予定で二<ー>人ともテンション高いんで、そうなんですよね、なんか、はちゃめちゃになりそうな、そんな感じしますねしちゃいますね、ぜひ、はい、楽しみにしていてください,ださいもうそろそろ放送も終わりになりそうですけど、はい菅さん、どうですか、はい、夢とか見つかりそうですか。 ちょっと見えた気がします見えてきた見えてきた気がしますねいい話もいっぱい聞いたしねはいそっかじゃあ菅さんの夢もあるんですけどはいちょっと僕のね夢にちょっと付き合っていただこうかなってことでさっきちらっと話したんですけど僕の夢は僕のみたいなオタクと菅さんみたいなパンピーの架け橋をちょっとねちょっとちょっとストップパンピーって何ですかパンピーっていうのは僕たちオタクの逆で非オタクのことなんです 非オタクオタク,オタクではない人ってことですか。一般ピープル略してパンピー。<laughs> それ略になってますか。<laughs> <laughs> そうです。なんで菅さんをちょっとずつこちらにね引き寄せてはいってことなんで、まあどうしようかなん。まずはじゃあ一緒に秋葉原でも行きますか。おお、何しますか。秋葉原でまず入門編として、はい、メイド喫茶とかどうですかね。行ったことないんですよ。実はなんですけどメイド喫茶にもいろいろ種類があって。はい。 えっとですね。例えば、戦国カフェとか、スンデレキッサとか、妹カフェとか、いろいろあります。んなんか、ちょっと待ってください。あの、あの戦国カフェって、もうメイド関係ない気がするんですけど<笑><笑>。そうですね。あの、これメイドカフェというよりは、はい、コンセプトカフェって言われるもので。コンセプトカフェ。はい、カフェの中で、なんて言うんだろうな。はい、あのコンセプトにのっとった、いろんな体験ができる。なんか、飲むだけじゃなくてですね。そういったカフェになってます。そういうのも、今あるんですね。そうですね。いろんな種類が今出てきてて。はい。 でもまず入門編ということなんで、はい、とりあえずはまあメイド喫茶に行ってもらおうかなってなんか私の中のメイドはすごいスカートが短い子たちのイメージはあるんですけどうん、うん、そうなんですよね最近のメイドカフェってこうなんかスカートが短くて、はい、あのなんつんだろう2杯って言ってこう、はい、長いですか普通しですよねがある感じなんですけどもともとのメイドカフェっていうのは、はい、なんかちょっとスカートが長くて長いんですか長いんですで普通になんかご主人様とかお嬢様とか行ってこう。はい 普通にお給仕するだけだったんですけど最近のメイドカフェはちょっといろいろ変わってきてですねなんかそのメイドといろいろキャピキャピできちゃう感じの昭和な感じだったの和僕はもうねザ・昭和ですからね32歳昭和ですからなんで菅さんにはですねスタンダードなメイドカフェに行ってもらってなんだろうないろいろ体験してもらえばと。 おおぜひぜひ連れて行ってくださいなんで次回の放送の時には僕と菅さんのちょっとメイド喫茶レポートとかできればなおお面白そうですねですね、はい、ぜひ報告できればと思います、はいはい、ブログなども随時更新していく予定なので,で、ね、見ていただければ今週のパーソナリティは走れる秋葉系の佐藤翔平と昭和の香りを醸し出す菅恵子でお送りしましたまたね,ーまたねー